イエンス・フィードラーはドイツの元自転車競技選手。旧東ドイツのドーナ出身。1988年にジュニアのスプリント世界チャンピオンとなり、世界自転車選手権としては最後の実施となった1991年のアマスプリントにおいて同胞のビルフックを破って制した。1992年、東西領ドイツが統一して、初めての夏季オリンピック大会となった。 バルセロナオリンピックのスプリントにおいてオーストラリアのケリー・ネイ・ワンドを破って金メダルを獲得。また1996年のアトランタオリンピックのスプリントにおいても地元アメリカのマーティノ・ースタインを破って制し、同種目としてはフランスのダニエル・モレロン以来のオリンピック連覇を果たした。その後も世界短距離界の第一人者として君臨。世界選手権の競輪では 1998年、1999年と連覇を達成したほか、1995年に新種目として登場したチームスプリントでは、ミカエル・ヒュープナー、ヤンファン・アイデントのトリオで制し、初代王者の一人として名を刻んだ。しかし、世界選手権のスプリントでは、フランスのフロリアン・ルソー、ノース・タインらに阻まれ、一度も世界一を経験できなかった。 現役選手としては事実上のラストランとなった2004年のアテネオリンピックでは、チームスプリントにおいて第一層を務め、レネウォルフ、シュテファンに向けとともに、決勝で日本を破って優勝し、自身3個目のオリンピックにおける金メダルを獲得し、実質的に引退の花道を飾った。なお2005年2月、アンフェタミンの陽性反応が出ており、本人は事実を肯定している。 1994年に初参加。2003年に青森競輪場で行われたワールドグランプリの初代王者、通算123戦27勝、優勝9回、ありがとうございます。